最近不調なんだけど、一人で喋ってる。やだ、朝からやめて。勘弁して。どっから映ってなかったん？やだ。声枯れてます。結構前やん。昨日お清め塩スプレー忘れて泣いてたから持ってくって。言った。マニキュアパッチ貼ってる。おはよう。生写真並べに行くか先にアクスタ。え、生写真昨日なんか売り切れてたって聞きましたよ。あとみんなに秘宝があってね、明日お話し会来てくださる方に秘宝があるんだけどね。浴衣が届かない。今日届くかな。でもな、届いたとてさ、受け取れないよね。浴衣が届いてないんですよ。発送通知は来てるんだけど、結構前に3日前くらいには来てて、4日前くらいに。だから届くやろって思ってた。なんか届かなくて、まだ明日じゃん。だってお話し会そんなかかる？てか私一応宇宙に住んでるけど、一応東京にも家はあるんですけど。グレイでそんなかかる？もう今日届きそうな気配はあるよね。え、なんかね、どこかわからん、よくわからないんですよ。
荷物を配達中って書いてあるけど、それは昨日の朝からずっとそれなんですよね。え、どこに持ってったの？やばい、ギフト読めてない。くーちゃん、ありがおはやくま。ゆうさくん、ありがおはやくま。さくらもちもち、ありがおはやくま。パンダ、ありがおはやくま。虹、ありがとう。ありがとう。今日はね、こちらが届いていたので今日はこれを使うんだ。橋原さんも紹介してらっしゃってたやつ持ってく。昨日近かったね、やっぱり。でもね、何回でも見えるよ、ちゃんと。今日も楽しむんだ。今日はね、そんなにまだ緊張してない。楽しめると思う。だいぶ一瞬だった？ほんと？すごい眠い。いや、それはさ、あれだよ、昨日のさパワーがまだ気持ちが残っちゃってて、私もめちゃめちゃ寝たけど、頑張ってできる限り。さすがにね、眠いっていうか疲れが残ってる気がするから、メディキュットを履きたいんだった。なんかいろいろ差し入れもいただいたの、食べれてない。見て、これはいただいたの。これってさ、貼ってその上からさ、メディキュット履ける？そんなに時間ないんだよね。私レッドブルとか飲まないんですよ。お腹が弱くてやられちゃうんですよね、お腹が。いただきます。ご飯、忘れてた、ご飯の存在。食べなきゃ。そんなに時間がない。しだしだ、ありがとにゃ。ありがとう。まさとありがとにゃ、ありがとう。え、何ミラーボール、やばいやばい。何歌ったらいいの？探しても探しても見つからない。メグリズム張りたい。昨日さ、最後の力を振り絞って寝る準備は一旦して寝たんですけど、最低限の
でもメグリズムなんて貼ってられなかった。メリキュットも履けなかった。もう眠すぎて寝ました。2枚入り。うわ助かる。ゆうさくん虹ありがとう。ありがとう。ちょっと貼ってみるわ。これ貼ってメディキュット頑張って。これねメディキュットこれの上から履くのめっちゃ難関なんですよ。結構難関なんですよ。てかなんかねまた痩せてた。ラッキー。おりゃおりゃ、きたー、履けたわ奇跡的に。メディキュット履くと むくみが取れます。お肌の調子、延期のお肌の調子そんな良くなかった。今日もだけど、一日じゃ変わんないからあれだけど、まあでも悪い、すんごい悪いわけでもないけど、めっちゃいいわけでも、まあまあみたいな、まあまあみたいな。よし、ご飯食べます。10時には終わる。プニキルの B メロ嬉しい。どこだ、かわいい。今集め込んで、結構オープニングのねブロックが結構戦いってことに気づきました。昨日汗との新衣装が長袖なのでマジでやばい。ピンクなの。そうなの、珍しい。私が衣装とかピンクになるの、結構水色とか黄色とかがイメージ的に多いのかな。なんかペンライトはピンク。おやくん、メンバーごとに色違うの珍しい、初めて。あ、落ちた。さやとなっちゃんもね違う、オレンジじゃなくて黄色なんだよね。路線も違う、ちょっと白ピンクだけど紫。でもさやは紫めっちゃ似合う。ベレー帽つけたらポニーテールできないんですよ。色は選べない。うん、もう作っていただいてるから。
髪型は多分みんな一緒です、昨日と。来てるトマト。ケータリング差し入れがいっぱいありました。なんかね、うなぎのねおにぎり食べたんだけどめっちゃ美味しかったよ。泣いた、片思い、気持ちの一方通行。ピエン体重減ってた、あそこから。なんかね、ライブの日って基本そんなに食べる時間がなくて、ドタバタで。でも昨日はうなぎおにぎりを食べました。かわいい、マイメロ。何このおてて。はい、ん、もうこれでしか動かないから、マイメロのおてて。ポニーテールですから。マメちゃんとハート作ろうと思ってたんですけど、難しそうだったんでこれにした。花村ちゃんは昨日だけのスペシャルゲストですね。やばい、このメグリズムめっちゃスースーする、やばい。ムーミンパスポートもろた。一目惚れした。え、やった。一目惚れの写真集のスタッフさんたちがいらしてて見つけた。
色が違うんだ。なんかご褒美買いたくなってきた自分に。失礼。あ、声出るのかな今日も。ガラガラだけど大丈夫そう。韓国でもそうか、通販で買えるのか。ありがとう。叫ぶ曲でもカメコタイムだけど叫んだ方がいいよ。そこは叫ぶタイミングは叫んだ方がいいよ。カメコタイムだけど。昨日思ったの。武道館でそのまま泊まればよかったって。可愛かった？そんな。いや、まあ家で寝るのも大事だけどね。いやいや、誰がステージとか客席に寝るで、裏の楽屋があるでしょうが。喉ガラガラやん。初の生ひーちゃん、どうでした？ごちそうさまでした。バナナ食べなせた。泊まればよかった。2 days あるなら。鈴木装備にパスポート書いておけばよかった。ごめんごめん。無駄が止まってる人はいないですけど。あまり言いたかった。私浴衣ないんだけど。仮に届かなかったとしてたし、浴衣ないんだけど、なんかどっか行ったんだよね。困る、助けて。めっちゃスースーする。ちょっと待って、
んか浴衣いないんだよね。この私はこれが大好きなんですよ。このなんとかの宝石、私これ大好きなの。なんか青梅だけ4つある。あ、赤い梅もある。食べます。うん、え、これギルティーなの？うっそ、これギルティーなの？なんで？グミと寒天の間。美女がどういうこと？待って、どういうこと？美味しいんですよ。差し入れでよくいただくんですけど。結構果物は人気じゃないですか。味、梅ってなかなか取る子いなくて、私が全部かっさらう。うん、朝はね、何食べても0キロカロリーなんでいいんです。神様だけを見に行きます。本当？本当に。そう、朝だから大丈夫。梅美味しいよね。めっちゃスースーする足が。どうしよう、燃えるかもしんない足。え、雨なの？降水確率夜しか降らないって書いてあるけど、うわ、待って、忘れた、龍角さん。武道館に置いてきちゃった。ミンティアにしよう。喉がね、やられちゃうから。あとちょっとで終わんなきゃ。
寒い、足がスースーしてるもんだから寒いよ。なぜかひーちゃんからさややんのサインが入った愛受け取ったけど、なんでだそう、とある曲でね愛を投げたんですけど、なんか逆だったらしい。私ともう一人のこと、ちょっとバレちゃうからね、あんま言わない方がいいわ。言わないです。じゃあはいはいはいなんか逆だったらしいようん、すまんね。届いてるよ、届いてるよ、届いてるけど、筋肉痛、うん、握手会が売り切れてた。アクスタイガーってね、タオルとかもってこと？売り切れることあるんだ、そんなに。ゆっくりしすぎててなんか遅刻してるんじゃないかって思ってるんだよね、私今。大丈夫か？売り切れることあるんだ、ありがとうございます。確かに写真はね、ランダムなものは売り切れ多かったみたい。あ、そうなんだ。全部他のグッズとかもうみんな売り切れてたのかな。ありがとうございます。テンライトフィルムはあれピンク光らせたらほぼ見えんな。あれ見えないね、これあれ見えないね見えなさそうだった。でも別にペンライトピンクに光らせたら私推しってわかるじゃん。ペンライト光らせてない時に私推しってわかるようにあれにしたんで大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、そういうことにした。あ、やばい、薬飲んで終わんなきゃ。
しばにじありがとう。そばにいてね、大丈夫だね。パネル取るの1時間かかった。どういうこと？そんなに、え、なんで、え、嘘でしょ。大変だ。充電がない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 。薬飲んで終わるね。我は。お時間なのでござる。そういえば昨日さ音信室の友達からさ連絡来たんだけど夜に何を言い出したと思ったらさ電話来てでかけ直したのに出れなくて、で「あんた何してたの？」って言ったら「おう今日武道館だったらしいね」ってなんか言われて「え嘘やん」したら超心配してたんですけど、本当にさめっちゃね怒った。もう2回目なんですよ音信室になるの。本当にやめてって言って、もう本当に心配して、今度は何って言ったら携帯のパスコードを忘れて一生使えなくて、なんかなんとかとかで LINE が消えて、なんとかトークが全部消えたけど友達だけ復活したんよみたいなのが言われて、はい、何でもいいからとりあえず何かしらの方法でさ連絡してきたよって言って怒ってた。ちょっと変わった子なんですよちょっと変わった子なの。でも友達の中で人目に一番最初に連絡したから許してって言われて、はい、そんな結構他の友達からもさ連絡つかないんだけどって結構来るんですよ。じゃあまた音信室になったんかって思ってたらさ、何本当にさどういうことなの。いやありえないって思うでしょ。なんかありえるんだよねその子だとおもろい、おもろいよね。1回目の時はまあまあしゃあないかって思ったけど、今回はねさすがに怒りましたよ。勝手に連絡取れなくならないで。いや面白いんですよ、ちょっと変わってる子で。でもなんかその携帯が使えなかった不便じゃんって言ったら、いや別にのずっと家にいるし人と会わないからなんか平気だったって言われて、ガチかって思ったね。ガチのやつだって、本当にパスコード忘れたんだと思って忘れるって思うよね、私も思った。でもなんかめっちゃ何で見てるんだろうね、携帯のパスコード忘れて。でもめちゃめちゃ私の情報は全部知ってたんだよね。なんか曲もめっちゃ聴いてたし。どうやって見たの本当に。何、私のファン1号を名乗る人なんですけど、
みました。オッケー飲みました。なんだこれ。今日も迷子になりませんように。迷子なりませんように。ちなみに昨日は迷子になってない。今日も楽しまないと。武道館ラスト、あ、2日目。ツアーファイナルなんですよ。知ってる？ねえ、みんな知ってる？ちなみになんだけど、ちなみにツアーファイナルなんです。今日やばくないですか？本当にやばい。今回は何会場？5会場。楽しむよっと。さすがにね、昨日よりはちょっと眠かったけど朝。でも全然寝た方。つまり昨日よりは寝てるんですよ。前日に使った体力の違いですね。ちょっと二重テープだけ貼り直させて。そしたら終わるねんって思ったけど、二重テープが。探しても探しても見つからない。あった。よし、終わりたいと思います。待って、尊いが来てる。パンダ、尊いありがとう。芝虹ありがとう。ネギトロ虹ありがとう。ネギトロって美味しそう。
13位ブチヨありがとペコリ、12位マイコルありがとペコリ、11位何かありがとペコリ、10位モグありがとペコリ、9位タカヒロありがとペコリ、8位クーちゃんありがとペコリ、7位マサトありがとペコリ、6位シダシダありがとペコリ、5位シバありがとペコリ、4位サクラモチモチありがとペコリ、3位ウッチャンありがとペコリ、2位ネギトロありがとペコリ、1位パンダありがとペコリ。今日はツアーファイナル、そして何、武道館2日目最終日ですね。思いっきり本当に叫んでもらって、いっぱいもう声枯れてもマストお話し会ですけどまあ最悪声枯れてもいいんで悔いのないように叫んでください。皆さんも叫んでペンライト振って、もう本当にここぞとばかりに楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いします。今日来てくださる方楽しもうね。どう鈴木も楽しむことを一番に考えていきたいと思います。昨日はすっごい緊張してたけど、今日は昨日よりは緊張多分ないと信じてるので、思う存分楽しもうと思います。では後ほどまたねー。